のクラブは今、社会連携をテーマに活動もしています。清水エスパルスは日本一とも言われるホームスタジアムの芝を活用したまちづくりを提案しています。柿田川公園みたいにその自然の中で一体となっている公園というのはまたその感じ方というのが違うと思います。で、まあ、練習で公園の未来について語るのはエスパルスで活躍した元日本代表の市川大輔さん。先週清水町で開かれた意見交換会には町に関わる企業経営者から保育士、主婦などさまざまな人が出席しました。これからの時代、まあ、いろんなプレイヤーがこう町づくりとか面白いことアイデア出して年齢問わずやっていければ町も元気になると思いますし、湧水の町、清水町にある柿田川公園です。豊かな自然環境を求めて多くの人が集う公園ですが、広場の芝が剥がれてしまっています。清水町のこの柿田川公園はこの町でとてもシンボルチックな公園でありまして、子どもたちも全ての地域の方が愛すべき公園で、本当に素晴らしい公園だと思います。これからエスパルスは町の人と一緒になっていろんなことやって、もっと笑顔あふれる公園にするお手伝いをさせていただければと思って、公園の再整備に乗り出す清水町をエスパルスがサポート。ホームスタジアムアイスタ日本平と同じ芝に植え替えることにしました。アイスタの芝は J リーグのベストピッチ賞を9回受賞するなど高い評価を得ています。日本一の芝で公園の再整備につなげるだけではなく、その先も見据えています。芝生にしたら終わりではなくて、そこをどう活用しながらみんなで、エスパルスだけではなくて、これはもう、町の方中心にみんなで語り合う場を。芝生の再整備は一つのきっかけです。エスパルスの思いに賛同した町民や地元企業からは、早くも整備した後のイメージが膨らんでいます。芝生がきれいになって、そこでヨガをしたり、まあ、家族で楽しめるそういうプログラムを、体を動かすプログラムができたらいいなと思って、子どもたちをひっくるめてこの公園を良くしていくためにはどうしたらいいのかなっていうのを一緒に考えるいい機会になるんじゃないかなと思います。皆さん思ってることは一緒で、あとはみんなでこうアイデア出し合ってどう実行していくか。みんなで考えるまちづくり、公園の再整備をきっかけに夢が広がります。